ああ、ピクニック楽しみ。ジャイ、初めてのピクニックなの。家族全員で行くなんてもうワクワクしちゃう。スタッフさん、早く準備お願いだよね。さーて、様子を見てこようかな。あんまり見るとスタッフさん緊張しちゃうからな。抜き足、差し足、忍び足。ああ、順調そうですね。スタッフさん応援いる？ジャイちゃん、一緒に応援しよう。よーし、スタッフさん、気張っていくよ。よーし。お、ジャイちゃん来た。応援しましょう。今からお米洗うよ。ああ、いつまでお米洗ってるんだ！もたもたするんじゃない！ああ、ちょっとかわいそうだけど、チャイチャイに任せておこう。蝶のように舞い、蜂のように刺おす！米研ぐのにどう活かせばいいんだよ。よし、いいぞ！よし、お手伝いするよね。チャイがお野菜出してあげる。助かるでしょ？ああ、チャイがやろうと思ったのに。え？やだ、チャイ食べられちゃうかも。かわいいから。ね、スタッフさん。脂身しかないからおすすめしないよ。考えただけで胸焼けしちゃう。ああ、待ち遠しい。落ち着かないよ。人生、いや、猫背初めてのピクニックだもん。かりんちゃん、その気持ちよくわかるよね。チャイはレジャーシートの中に潜るのが夢なんだもん。油、もうコレステロールおじさん。よし、人類、いや猫類初めてのスカイダイビングに挑戦するよ。かりんちゃんすごい、頑張って。くそ、足が震えてやがる。みんな見ていてくれ。デイ！お膝で締めてかっこつけてきた。やっと痛みが始まったよ。
お米炊けましたよ。じゃ焼かれちゃうかも。うん、赤身しかないけど、脂肪だよ。ほとんど脂肪なんだよ。少しは脂肪をつけた方がいいかしらね、かりんちゃん。そうですね、いっぱい食べるようにしなきゃ。お肉のいい香りしてきた。カリも腹ペコ、足踏みの運動で気を紛らわす。ちょっとかりんちゃん、何よくそんなじっとしてられるよね、うん、こんなお肉の美味しそうな香りを嗅ぎながら待ってるなんて地獄、うん、だからかり精神統一してる、うん、かりんちゃんすごい。せせりの焼けた匂い、ああ落ち着かない。じゃあ、あと少し頑張ろう。うん、チャイ頑張る。焼肉食べたいよ。焼肉、牛肉、鶏肉、豚肉。今、チャイのことなんか言った？言うわけないじゃん。よし、カリちょっと様子見てくる。ああ、お願い。すみません。どうですか？チャイちゃん、調理終わったみたい。ああ、じゃあチャイもそろそろ準備をしようかしら。ネイル引っかかっちゃった。スタッフさん、カリたち何か準備するものはありますか？何もないってさ。チャイは日焼け止めだけ持っていこうかな。チャイちゃん、何塗っていけばいいじゃん。持っていないと不安なの。カリも持ってくのなんか探そう。なんかないかな。そうだな、爪研ぎ持っていこうかな。ソファーの奥切ったね。カリンちゃん何持ってくの？いや、爪研ぎ持ってこうかなと思ったんだけどさ、カリのリュックに入らないからやめてよ。それがいいよな。お疲れちゃん、最高。カリンちゃん、おまっとうさん。おー、すごい揺れてる。口笛吹きとーとー。
全然ならないよ。あーやっと着いた。ピクニック最高だよ。さあちょっと休憩しましょうかね。どうしてチャイに松ぼっくり投げつけるの。だからごめんって、ごめんって言ってたよ。くらった。もう松ぼっくり投げたりしないでね。ごめんだよ、せっかくのピクニックなんだからね。カリンちゃん、もう仲直りした。もう松ぼっくり投げない。おいしょ、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 うわっ、あおきた、あらら、おう、すばしっかい、あらら、ていてい、じゃじゃん、交代、よいしょ、おいしょ、ご飯にしよう、おー、すごいじゃん、おー、しゃしょ。チャイも手伝いましょうかね。スタッフさん、チャイこっちの端持とうか。それかお弁当を出しましょうかね。まだ早いって。よし、そっち持つ。今気づいたんだけど、猫の体の構造的にこれつかめない。よし、見守ってよ。これが憧れのレジャーシート。神聖な場所だから靴を脱ぐんだ。これがピクニックと呼ばれるものなのね。来た、お弁当だ。この独特な素材。景色最高だったよ。こっちも最高。これがレジャーシートか。正直こっちのソファーの方がいいけど、あえてこのチープにすることによって人たちのテンションを上げさせるんだな。よし、カリも試してみよう。ちょっとひんやりとするよ。カリンちゃん、脅かさないでおくれよ。松ぼっくりのお返し。これでおわいこね。カリンちゃん、問題です。この中のどれか一つにお弁当じゃないのがあります。さてそれはどれでしょう。難しいけど一番奥かな。カリンちゃん大正解。正解の時の癖が強いよ、チャイちゃん。さて問題です。チャイちゃんもういいよ問題。もうカリンちゃんクイズするよね。助けて。ピクニック楽しい。レジャーシート最高。叩く叩く、引っ張る、叩く、引っ張る、叩く、叩く叩く、押す、メガネを探す、引っ張る、突き刺す、チャイの夢。猫というのはなぜレジャーシートの中に魅力を感じてしまうものなのか。中に入って気づいた。こうするとちょっとおテント気分を味わえる。ちょっと前、失礼いたします。スタッフさん待ってよ。いつもより特別感。よし、ご飯だ。いただきます。チャイにも早くいただきますだよね。おいてぃ。なに、いやカリたちのご飯、大惨事だ。食べてたのに。カリのご飯なくなっちゃった。車うるさいよ。ピクニック中なのに。チャイもご飯なくなっちゃった。スタッフさん、カレー玉まだ残ってんじゃん。カリちゃんダメ。おやつの中残しておきましょう。チャイ爪研ぎアスレチック行ってくる。ごちそうさま。さっきの大惨事で結構こぼれてる。もったいない。アスレチックから帰還いたしました。おかえり、ちゃいちゃん。カリちょっとトイレ行ってくる。ちゃいちゃん、カリの食べないでよ。お腹いっぱい、ごちそうさま。おやつのお腹残しとかなきゃ。すっきりした。
いただきます。あー、お腹いっぱい、ごちそうさま。喉乾いた。爪とぎアスレチック結構ハードだったからな。給水タイム。やっぱいいか。よし、スタッフさんおやつ食べよう。あー、クリスピーキットだ。いただきます。おいしそう。あー、チェイの好きなチュール。あー、もうすでに香りがいい。ほっぺた落ちそう。ごちそうさま。最高、最高のピクニックだったよ。よかったよね。さあ帰りましょうかね。家に帰るまでがピクニック。一つ一つがあなたになる虹は続くよ。高評価をお忘れですよ。チャンネル登録をしておくとカリたちの動画が見つけやすくなるよ。そしてベルマークを押しておくと動画がアップされたらお知らせが来るよ。あなたにおすすめの動画。そんなの関係ない。はい、おっぱっぺ。人生初めて、いや猫生初めてのピクニック楽しかったよ。うん、ほんと楽しかった。これからもどんどんアクティビティしていきたいよね。うん、そうだね。いつか富士急に行ってみたいな。行ってみたい。